義母に嫌味を言われてるとき、助けてくれるのはいつも、夫じゃなくて義弟だ。風邪で寝込んだときも、心配してくれたのは、義弟だけだった。流産したとき、かばってくれたのも、義弟だった。最初は、義弟付きの同居なんて、嫌だったけど、最近は、義弟に精神的に依存してるのを感じる。恋愛感情はないんだけど、なんだろう、この感じ。昔は、夫と二人で暮らすのを夢見てたけど、今は、義弟のいないアパートで、夫と暮らすと考えると、憂鬱になる。私、おかしいよね。実際、別居話を、夫に持ちかけられました。全然具体的ではないけど、前も、同じように話があって、でも全然、物件を見に行ったりはなかったから。今回も、口だけだと思うけど、反射的に、夫と二人は、嫌だなと思ってしまった。書いてて気づいたけど、義弟は関係なく、私は、もう、夫に愛情がないんだな。文章にすると、思考が明確になりますね。前に書き込みをしてから、自分は本格的におかしいんじゃないか、と思い始め、しかし、どうしても、夫に話す気にはなれず、やはり義弟に、客観的に見て、私は正常ではないだろうか、と相談しました。義弟は、嫁いびりによる長い人格否定と、流産のショックで、結婚当初とは別人に見える。自分が口添えするので、ゴールデンウィークに実家へ帰省し、一旦リフレッシュしてみてはどうか、と言いました。その後、義弟が、義弟友人がいる時に、うまく話題にしてくれて、義弟友人の手前、強く言えない義母から、帰っていい、と言質を引き出せました。その後、夫が荷物を隠すなど、妨害してきましたが、財布と携帯のみ持って、2日前に家を出て、寝カフェに2泊、そして駅に直行で、帰省できました。夫が捜索願いとか言っていたようですが、義弟が止めてくれたそうです。実家に帰ってすぐ、安堵したのか、体調を崩し、ゴールデンウィーク明け、実家近くの子供の頃からかかっている内科医で、診察を受け、胃潰瘍や腸ポリープ、不整脈などが見つかりました。父から、実家で静養させる、と電話を入れると、夫も義母も何も言わなかったそうです。結局、夫たちのいる家に戻ると考えるだけで、頭痛、嘔吐等の症状が出ることで、秋に離婚が成立しました。夫は、そんなに嫌なら、言ってくれればよかったのに、と言い、義弟に、姉さんは言ってたよ。俺は何度も聞いた。兄ちゃんが聞く耳を持たなかっただけだ。と言われ、無言になっていました。離婚届提出後、義弟に、姉さんができたようで嬉しかったのに、残念です。と言われて、初めて涙が出ました。前も書きましたが、義弟には、恋愛感情というのは、一切なく。義弟と会うことは、二度とないですが、義弟だけがかばってくれたので、親代わりのように依存してしまい、申し訳ないことをしました。今年のお正月は、嫁ではなく、娘として、実家で迎え、だらだらしてしまいました。春からは、勤め先も決まっていますし、今度こそ、自力で幸せになろうと思っています。